バスケットボール3ポイントフィールドゴール。バスケットボールにおける3ポイントフィールドゴールとは、3ポイントラインで区画された3ポイントエリア内で放たれたショットのこと。ゴールすると3点が得点される。その際、シューティングファウルがあった場合、ショット成功時は得点となり、さらにフリースロー1等を得る。これを4ポイントプレーと呼ぶ。失敗の場合は、 フリースロー3投を得る。この場合や、通常のフィールドゴール成功時のシューティングファウルで、フリースロー1投のアンドワンでの3ポイントプレートは区別される。3ポイントショット、3ポイントシュート、3ポイント、3ポインター、単に3などと呼ばれる。また、3ポイントを意味する、フロムダウンタウンは、英語圏の放送で使われることがある。 t マックのンポインター1930年代のアメリカ・オハイオ州の高校でルールが検討され当初は大学リーグで施行されるなどしていたが広く採用されるには至らなかった NBA の競合リーグであった ABA において1967から1968年シーズンに採用され1970年代も継続されていたそのルールを 1979から1980年シーズンから NBA も採用した。ここから広がりを見せ、フィバルールにも採用され、バスケットボールの標準的ルールとなった。NBA では一時1994年から1997年までの3シーズンの間、アーチの距離を国際ルールのに近い距離に変更したが、その後1997から1998、 シーズンから元来の距離に再変更され現在に至っている。日本では1985年から採用された。夢の祭典のオールスターゲームでもスリーポイントコンテストとして開催される。ゴールから見て、新正面、左右45度、左右真横の90度の5箇所から5頭ずつ投げて、その合計得点を争う。各箇所ともに最後の5頭目は、 カラーボールを使い入れば2点で総合計得点は30点満点となる。3ポイント、ワイドオープンを作る。フォーメーションレイ3ポイント、ワイドオープンを作る。フォーメーションレイ3ポイント、ワイドオープンを作る。フォーメーション例国際バスケットボール連盟ルールと NBA ルールでは3ポイントラインのバスケットまでの距離が異なり、バスケット中心からの距離は以下の通りである。 3ポイントワイドオープンを作るフォーメーションレイ NBA では 3FG パーセントが4、5割以上を記録することは極めて稀である。NBA オールスターゲームの前日にリーグでその年にロングレンジショットで活躍した選手間で3ポイントショットを競うフットロッカーツリーポイントコンテストが行われる。ありがとうございます。